はいはーいっと。もしもし。どうしたんだ、ジュン。あの。どうしたんだよ。俺。彼女ができたのか。好きなんだ。ああ、はい、告白してこいや、お前。俺が手伝ってあげようか。俺に聞かれてもな、おかしいやつな、俺。そうだよな。元気出せよ、ジュン。デートに誘うなり、いろいろ頑張ってアタックしてみる。そうだよ、好きな女の子にアタックしろ。そんなことで電話して。いや。いいよ。頑張れ。ああ。じゃあな。頑張れよ、ジュン。お、体育祭来たー。今度こそ二人三脚頑張るぞ。俺もう一回二人三脚やるからな。関係ないから。あ？お前、二人三脚ない？え、そう。ラッキー。俺とくも。特定の女の子と組むと気持ち焼かれるから。お前とかよ、ふざけんで。生徒会長来いや。そういえば今日はヒカの誕生日だったな。プレゼントはあげません。あげません。なに、爆裂山。なぜ奴が合宿所に、なぜお風呂場に、しかもこっちを見てやがった。ちくしょー。あ、じゃあ俺こないだ右選んだの正解だったな。さっき真ん中選んだんですよね。急にディスク3をセットしてくださいよと。いや、うわ、なんか暗いな。今9月です。すげえ時が経ちました。どうしたんだ。知ってるか、さくらさん。やべえ、めっちゃ転校してる。今調べてる。情報が入ったら教えるよ。俺なんかしたかな。やべえ、修学旅行、普通にこのバス最初パッと見た時救急車だから、もうやべえと思って。うわ、俺そろそろもうあれか、死ぬのかと思ったの。そんなことはなかったね。やばいな、実況始めでもう1時間ぐらいこのパート撮るけど全然何も起きんな。そういえば修学旅行先ってどこだっけ。北海道だな。自分で選べるんかい。初日はクラスに分かれて移動と観光が。ここが小樽運河か。夜になったら合奏がついて良い雰囲気になるそうだ。なあ、どうして俺たち。知るか。今日は一日移動で疲れたな。寝たい、早く部屋に行こう。今日は自由行動だったな。一人だとつまんないし、誰か女の子を誘おうか。こういうイベントが少ないな、このゲーム。誰を誘おうかな。赤井さん、赤井さんいないかな。あ、赤井さん。どうした？遊ぼう。別にいいぜ。おい、お前といると楽しいからな。懐は任したぞ。任せろ。俺が手を引いて連れ去ってやるわ。見渡す限りの大湿原。私みたいなスケールのでっかい人間にぴったりの風景だな。スケールのでっかい。あ、今なんか言ったか。それよりおい、あっちのずーっと先までかけっこしな。こわ、かわいいなお前。めっちゃ本気な顔になったぞ。巨大クマ。一人で逃げようかな。最悪だな。一緒に逃げるか。戦うの一番危ないからな。バカ野郎、無理やり連れてきやがって。正義の味方は逃げないんだぜ。バカな。こいつの場合やっぱ戦うやつやったんかな。あー、戦った方が貢献度上がったな絶対。ふぅ、帰ってきたな。久々の響き師だ。ていうかさ、俺あの子のことあんまり知らんけんさ、どの選択肢がいいかあんまりわからんったんよな。めっちゃ言い訳だな。こうして僕の修学旅行が終わった。いや、なんだい、どうしたんだい。今日1限目なしで教育実習生が来るんだ。若くて美人の女子大生だって噂が流れ。あ、これかすみ姉ちゃん来るよ。かすみ姉ちゃんここで来るの。よし、
生徒諸君、わしがこの高校の校長、バークレーツジャーンである。うるせえこいつ。まあそれはいいのじゃが、今度では教育実習生に挨拶。ほら来た、マスオカスミ、お姉ちゃん。うわー、お姉ちゃんもいいな。朝から緊張していたんですが、この学校が昔と変わっていないのに、2週間という短い間ですけど、よろしくお願いします。まさかここで会うなんてな。お、めっちゃ BGM がめっちゃいい。うお、今 BGM 流せばよかった。くそ、あれかすみさん、お、絶対やばい、狙うだろう。ねえねえかすみさん、はい、なんでこんなところに、いつ戻ってきたの。おい、かすみさん、大人気やな。じゃあそういうことだから、実習中は実家にいるから、ひかりちゃんとでもいらっしゃい。じゃまたね。やった、絶対行くよ。なんだ、知り合い、運命の再会か。いや、びっくりするよな、普通に考えて。まあ世間は狭いからな。いや、どうした、時計となんか眺めて。ここって東京、東京大学、東大。そういや、この鐘には伝説があって。匠から聞いたよ。俺は絶対伝説を実現してみせる。嘘つけ。ジュン、変わったな。まあ頑張れよ。でもならないのよ、その鐘。ならないの。お姉ちゃん、君が言ったじゃないか。直したって話も聞かないしね。てか緑の制服は。あら、どうしたの、ほかりくん。は？あいつどこ行ったん。お、かすみ先生、お別れね。いや、早っ。やべえ、なんもしてねえ。電話してきて。かすみさん、もう帰っちゃうんですよね。うん、そうなの。もう少し痛かったけど。早いな。まだかすみさん家に遊びに行ってない。本当だよ。今度二人で大学の方に遊びにいらっしゃい。行く行く。はい。あ、そうだかすみさん、向こうに戻るのは日曜ですか。うん、そうだけど。じゃあ駅まで見送り。え、いいわよ。嬉しい。なんだ、また走ってこけるのか。じゃあ二人で行きますから。え、ちょうどお昼の電車に。はーい。じゃあ私片付け。光、二人ってひょっとして、お前、男ができたのか？え？行かないの？じゃあ、OK だね。俺かよ。やっぱ俺か。生徒会長！やっべ、寝過ごしてしまった。かすみさんの見送りに行かなくては。お前、体調めっちゃいいのに寝過ごすわけねえじゃん。あ、もう二人ともいるようじゃねえよ。あ、ごめん。朝電話で起こしてあげればよかったのに、ひかりちゃん。本当だよ、使えねえな。そうか。まあ、まだ彼女じゃないしな。もうそろそろ時間。まだな。次の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 次ぐらいに彼女にするかな。待っとけよ。ごめん。じゃ、二人とも元気で仲良くね。はーい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。嬉しい、嬉しい。かすみさんは大学へ戻ってしまった。多分ここでフラグを立てるんだろうな。で、電話をして仲良くなっていくっていう感じにするんだろうな、かすみ姉ちゃんの場合は。ん？あ、一周院さん、どうしたの、今日は歩いて。お姉さまがお兄さまで、お兄さまがお母さまで、サクノシンがお姉さまで、赤いホムラが女なのだ。は？今あなたは何も聞かなかった。いい。誰やこいつや。誰や。あ、あの伊集院さんは。レイ様は少し強いお薬をお飲みになったのです。酒か。一体何が。少なくとも赤井さんは女だよな。
よっしゃ、今日文化祭だ、文化祭だ、さあ、手伝いに行こう。そろそろ金だな、よーし、頑張るぞ。飛ばせ、お、来た、いい感じだったな、飛ばしてる、飛ばしてる。ふぅ、文化祭も終わったな。寂しい文化祭だったな、早く帰って帰ろう、早く帰って寝よう。ちょっと、予定変更して、今11月の5日でもうなんかあれなんですよね、2年生の、11月だから結構やばいんじゃないかなと思って、ちょっとさすがに電話を誰かにしてみようかなと思っております。電話できねー、一回ね、体調めっちゃいいからな、320ってとてつもない数だからな。よし、ちょっと電話したいと思ってます。坂城匠、こいつに電話して、ちょ、女の子の電話番号を聞こうかなと思っております。はい、もしもし、カレーですけど、よ、女の子の情報を教えてくれるって言ったよな、うん、任せてよ。お、マジで、で、あ、そういうこと、あ、お前お前鑑定士や、あ、そういうことか、女の子の評価を教えてほしいんだ。評価ね、女の子の、うん、こんな感じだよ。うわ、すげえ。爆弾抱えてる、しかもみんな怒ってる、やば、ホムラちゃんも爆弾抱えてるよ。やべえこれ。あ、多分これ衝撃映像かもしれん。みんな怒ってる。そりゃ現実の俺もこうなるわけだわ。女の子の情報も教えてくれよ。で、赤い。了解。あったあった。よ、こんな感じだよ。4月18日。B 型カニ座、身長149、泣く子も黙る生徒会長、食って寝て遊んでるって最悪やな。あー、一文字さんと仲がいいけど修道院さんとは仲が悪い、なるほどな。いいっていいって、あー、そういうやつか、教えてくれよ。なるほどね。うわ、でもバスと B かよ、あ、バスの 72ってどんぐらいだ、80ぐらいが D だったから、じゃあこいつは C か B ってとこだな。だね、胸な。そんなもできるんやね。あ、いつの間にかホームランちゃん電話できるようになってる。あ、そっか、名簿見たっけか。うわ、うわ、これ俺最初からして、最初から焚き火に電話をかけてこいつにずっと連絡かければよかった、最悪だー、あ、最悪だー。待って、マジか、ちょっと、こっから全部ホムラちゃんに電話かけようと思っております。さあ行くぞ。ホムラちゃん、ホム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 、そうだぞ。おい、あ、赤井さん、カレーだけど、そこ飯食ってる時にかけてくんじゃねえよ。で、なんだよ。すまんな、怒ってるよ、ここはなんとか機嫌を取らなければ。赤井、ごめん、マジすっげえ反省してる、ごめんごめん。よく聞け。あ、なんや、おバカ野郎。どういうことやねん。あ、すっきりしたぜ、仕方ねえから許してやるよ。俺なんかした？あ、これで回復したんじゃない？いいね、とりあえず電話かけまくりたいと思います。どんどんかけるよ。うむれちゃん、おはよう、ねえ、おはよう、おやすみの LINE も送るよ。もしもし、赤井さんのお宅でしょうか。赤井さん、俺だけど、用があるなら早くしろ、ゴッドリラーがいいとこだからな。ゴッドリラーってなんだよ。お、お、これはもしかして、あれ、ああ、そういうことか。よし、じゃあ3月3日ね、デートスポットとか選べるんよね。ああ、どうしようかな。
あいつはね、やっぱスケート場とかのがいいんじゃないか。つまんなそうだからパス。うそーん、うそーん、うそーん。くそ、あいつめー。もう一度、もう一度寝ましてやる。くそ、俺をコケにしやがって。よっしゃー、どんどんホムラちゃんに電話したいと思いまーす。ねえ、ホムラちゃん、ホムラさんにお宅でしょうか。わがめ作ってる時にかけて。ごめんって。よく聞け。あ？おバカや。あー、切れた。これなんか同じことの繰り返しなんだけど。やべえぞーい、やべえぞーい。もう収録1時間20分かかっとけど、いいシーンが見当たらないから。やべ、終わんねえよ、これ。うはようございまーす。用があるなら、はい。お、これデートだな。よし。したらどうしようかな。スケート場でダメならどうしたらいいんだ？あいつバカだからね。雑学だから。植物園とかがいいんじゃない？つまんなそうだからパス。今、ゴッドリラが。最悪だ、最悪だ。ゴッドリラーとかどうでもいいからさ、俺と遊びに行こうよ。そうだな、コンサート劇場、待てよ。あ、ゲーセンあるじゃん。ゲーセン行こうぜ。行く。遊びの誘いはどこだって OK だ。お、マジで？やったぜ、やったぜ。どこだって OK だぜってやつめっちゃ断られたけどな。やったー、なんだよ、ゲーセン。お、来た、デート、デート来た。それじゃあ駅前広場で赤井さんを待とう。お、来た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 よ。てか最初からこうやってしたかったな。ちょっと早く来すぎたかな。赤井さんまだ来てないや。わーり、テレビ見てたら遅れたぜ。おい、何やってんだよ。まあ俺も今来たところだから、じゃあ行こうか。今日のゲーセン楽しみにしてたぜ。やっぱゲーセンなんだな。ゲーセン好きだと思ってたよ。その通り。さて、思いっきり遊ぶか。そうだよな。まあ自分ね、やっぱね、みんなもそうだけどね、趣味と合う人とね付き合ったら絶対いいけんな、間違いなく。はい、ロボ人形、微妙な位置にありやがる。俺が取ってあげようか。俺ならうまく取れるよ。頑張れ赤井さん。他人か。俺ならと、これやばいな。あれー、ダメなやつか、ダメな選択肢だったか。なんていうか、すっげーつまんなかったね。やべー、やべー、うわー、ぐはー、あー、選択ミスった。ああ、最悪だ。いや、今年もクリスマス。はい、今年もクリスマス一人でーす。何？移住院家クリスマスパーティー近所。移住院家で行われるんだってさ。なるほどな。サンキュー。え、行くの？クリームソーダ。行くのかよ。俺デートで忙しいのに。今日から冬休みだ。よし、電話をしよう。ホムラちゃん、ごめーん。3月31日。タワー。何タワーって。よし、タワーに行こう。タワー行くぞ、タワー。行く。遊びの誘いは。イエーイ。俺普通に人のあれだからな。忘れちゃうからな。よし、行くか、クリスマスパーティー。でかい家だよな。メイ様のお友達でいらっしゃる。あっ、そんな目で私を見ない。どういうこと？早く中へ。怖っ、あいつ怖っ。どうした？あれが一瞬家さんのお兄さんだね。やっぱり似てるな。兄さん、おーい、たくみー、ことぶきさん。いや、奇遇だね。メリ
顔と声が合ってないんだけど大丈夫？俺たち急ぐから、じゃあな。じゃあね。声すごいな、ことぶき。お、なんだこれ。ルーレットを止めて好きなプレゼントをゲットしてください。え、俺まだ何もしないんだけど。勝手に止まった。これはことぶきさんのプレゼントかな。結構たくさんあるのに引き当てるってラッキーだな、ラッキーだな、ラッキーだな。あー、もうパーティーは終わりみたいだな。さて帰ろ。お、来たー、デート来たよ。みんな来たぞ、デート。ようやくこのパートが終わるような感じがしてきたぞ。ちょっと早く来すぎたかな。赤井さんまだ来ないや。わーり、テレビ見てたろ。またか。今度はかっこいいとこ見せるぞ。なかなかでかいタワーだよな。まあな、俺が作ったからな。どういうことやねん。な、なんでもねえよ。さ、行くぜ。お前んちどっちだ。私んちはあっち。俺んちこっち。タワーの位置だと誰の家もそっち、同じ方向だな。そうだっけ。じゃあタワーから見えんのか。私んちは見えない。まあ楽しかったぜ。おい、もっと楽しいとこで遊ぼうぜ。ああ、任せろ。俺に任せろ。帰るか。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。